天使のようなお天場娘。マンハッタンカフェの初年度産区として2007年初頭にデビュー。2008年12月に千万条件場ながら二段階格上挑戦となる愛知杯に出走、軽半での利を生かし重賞初制覇となる。また同時に起乗した宮崎北斗騎手は重、重賞初挑戦初勝利、同馬を管理する。 武藤吉則長教師も初の重賞タイトルと、初物尽くしの一勝となった。翌2009年には、宮崎騎手が、GI 騎乗資格となる31勝を、クリアしたことを受け、新潟大賞店の出走予定を変更し、ビクトリアマイルへ、出走、ジンバともども初の GI 競争への出走を果たしたが、18着と、との負けに終わった。続く、 マーメイドステークスでは6着だった。その後、8月の新潟記念では6着だった。休養を挟み、連覇がかかった愛知杯に出走したが、リトルアマッポーラの9着に敗れた。明け6歳となった2010年は1月の日経新春杯から始動したが、見せ場なく8着に終わった。続く白富士ステークスでは10番人気と低評価だったが、4着と久々に。 着順掲示板を確保した。中一周で挑んだ京都記念では2番手を追走して5着だった。続く、福島民放杯とメトロポリタンステークスでは共に13着と大敗した。続く、宮古王子ステークスでは12番人気と低評価ながら5着に入選した。マーメイドステークスではスタートから花を奪って、軽快に逃げるも、 最後の直線でブライティアパルスに首逆はされ2着に敗れた。休養を挟んで、秋初戦の府中品バステイクスでは、道中2.3番手のインコースを追走し、直線でしっかりと伸びて2着と、構想した。エリザベス女王杯では2番手追走も、直線で1敗になって7着に終わった。愛知杯では3番手追走から直線に向くと、 ブロードストリートと並ぶように抜け出して一騎打ちとなって、最後は、花さで勝利を収めた。明け7歳となった2011年は、京都記念から、始動、スタートから花を奪い逃げるも、直線で一杯になり9着に終わった。続く、中京記念では前に行けず12着と大敗した。休養を挟み、 マーメイドステークスでは行き足がつかず、後位集団でレースを進めるも9着。休養を挟んで、秋初戦の不中品バステークスでは2番手を、追走したが直線で1敗になり7着。その後、連覇がかかった愛知杯では、後位追走も失速し15着と大敗した。12月28日付で競争馬登録を抹消。北海道ニーカップ町の森屋牧場にて、 繁殖品馬となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。